はい、弘前城南門に来ています。ここは二の丸の部分で、杉の大橋の横にある門ですね。ちょっと南門なんですけど、正面から撮るとですね、ちょっと全体が入りにくいんで、さっき裏からも写真撮ったんですけど、まあ、築年代が、まあ、結構築城期、つまり初代天守のあった為信公の時代、にまで遡るということになりますけども、やはり他の門と比較してもですね、まあ、非常に、美しい門だと。文化年間に少し直したみたいですよね。まあ、当然長い年月で、江戸時代の中頃にですね、修築改築してると思われます。まあ、屋根の部分も結構綺麗ですし、特に瓦とかもね、よく崩れたりしますけど、かなり美しい形で残ってる感じですね。ここからだとちょっと近すぎてよくわかんないですけど、はい、ちょっと全体を見てみましょうか。こちらにですね、杉の大橋、赤い橋ですね、赤い橋と櫓、または門が非常にマッチしていて似合いますね。まあ、お城ファンの方はね、石垣とか土塁とか見るんでしょうけど、あちこちにそういうものがあります。大きな石垣はやはり天守の部分ですけど、ここにも少し残ってますよね。まあ、全てが江戸時代のものではないかもしれませんけど、まあ、かなり整備されているものですからね。南門とかですね、お城はね、夜も来るんですけど、夜のライトアップした門もすごく綺麗ですので、ぜひ来ていただければと思いますね。ここもシャチが乗ってて立派な門ですよね。本当に何度も言うんですけど、戸玉大名5万石のお城とは思えない敷地と、門櫓の数です。